はい、では続きやっていこうと思います。さてさてさて、ネギスとネザジを追っていくんですが、あ、ちょ、薬を手に入れることぐらい僕にだってできるんだ。だからもうあの男に色目を使うのはやめてよ。何を言うのよ、私がいつそんなことをしたって言うの。ダジは勘違いしてるわ。カシも優しいから私たちに親切にしてくれてるのよ。騙されてる。あのキザ男が優しいのは姉さんに下心があるからだよ。下心だなんて、あの人のことをそんな風に安っぽく言わないでちょうだい。なんでだよ、なんであの男をかばうんだ。今までずっと姉さんと僕と二人だけで誰にも頼らず生きてきたじゃないか。ザジ、あらー、やっぱほどけない、二人追いかけようぜ。お姉ちゃん大好きなんやな。シスコンとはあえて言わないがな。とと寝ちまうに限るな。あ、みんな寝てる。あ、ピンクのおっさん。そうさ、勇者になるべくしてこのように生を受けた私は選ばれた特別な人間なんだ。特別な人間は何をしても許されるはずだし、誰からも咎められないはずだ。あ、ちょっと待って、もしかして魂砕きやっちゃうってこと。なんか集まってる、こんにちは。3本しか回らん、竹木がねえぞ。これじゃ直に火が消えちまう。僕はやはり俺のパンツを火にくべるべきな。お前どうも、くべてください。無法忘れないぜ。お前明日からこの間にフルチン生活しろってのか。いいんじゃない、なんか男がほとんどだし。あ、そうなんだ。ほんとどうじてば嫌になるくらいのシスコンね。なんか嫌な感じのようだぞ、急ごうぜ。もう、あ、そうだねえねえ、どうせだったらさ、合同銀行のあれ取れませんかね、石板。お姉さん、お姉さん寝てない、なんでよ。お姉さんもう夜は寝る時間ですぞ。どこ行けばいいんだろう。あ、ここか。遊びで姉さんに近づくのはやめてくれ。姉さんが傷つく。傷つくのは君だろ。さにネリスのことは本気で遊びのつもりはないよ。しかしな、君ももういい歳なんだから、いい加減姉離れしろよ。うるさい、黙れよ。弟が姉を心配して何が悪い。なら私がネリスを諦めたら君は私に何をしてくれるんだ。なんで僕があんたのために何かをしなきゃならないんだ。じゃあダメだな、人は見返りなしじゃ他人の言うことなんか聞かないもんだぜ。くそ、どうしていつも僕を小馬鹿にするような言い方ばかりするんだ。よく覚えとけ、あんたがいなくたって姉さんを守ることぐらい僕一人で十分だってことをな。ネリスモテモテ羨ま。ああ、完全に言い任されちゃったわ。まあ、姉離れしろってカシモの言い分もわかるけどね。なあ、もう、おいら誰が心配だやつ、半べそ返ってたぞ。いやいや、恥ずかしいところ見られてしまったな。あんな子供相手に向きになってしまうと、私も大人げないことをしたもんだよ。まあでもカシムの行動もな、まあちょっと一理あるというか、まあ納得できるというか。畜生カシムめ、ダジのやつすげえ悔しそうだぞ。あれ、え、ダジったらカシムにそんな失礼なこと言ったのですか。後でちゃんと叱ってあげなきゃ。私はそうすることの方が逆効果だと思うのよ。家出しちゃうよ、そんな。ダジ追い詰められて、え、これどうすればいいんだろう。宿屋で寝ればいいかな。なんかすごい嫌な夜だな。ああ、いやー、ん、ん、姫の急ぐよ。まあ、どこ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 、あ、ここ、あ、魂砕きか。ついにやりやがったなお前。はあ、ついにやったぞ。でも殺したんじゃない、魂を砕いただけだ。お前の魂は無駄にはしないぞ。やがて勇者になるであろう私の犠牲になったんだからな。さあ、必要な魂あと4つだ。こいつイカれてやがる。うん、水風さん、
何グズグズしてんだ、こんな変なチョコよりとっとと片付けちまえ。ち、いいところだったよ、200回なの出てきやがった。あ、ちょっと待って、うわあ、あのおっさんやりやがったな。あ、あ、砕かれてる、うげえ。え、じゃあネリスとか大丈夫なの？あの走り去った男が持っていたのが魂の剣なの、なんか嫌な予感がするわ。私ここで待ってるからさ、なんかちょっと行って様子見てこう、あの腰抜け野郎が、あーあー、ネリス、うわー、こいつ意外と強いぞ。ち、役立たずどもが、こうなったら俺様がじきじき相手になってやる。おい、歌詞も後で金でも何でも買えてやる、お前も手を貸せ。ああ、いいぜ。もう2対1。ガチャンガチャン。さあ、てと、掟を破った罪は死をもって償ってもらうぜ。あ、ピンクのおっさん。おのれ、あと一歩で魂砕きが成功するところだというのに、畜生、畜生。ここまで来て死んでなるものか。姉さん、無事かい？ザジー、やったやったぞ、5つの魂を砕いたぞ。さあ、魔物よ、姿を現せ。約束通り私から奪った力を返してもらおう。人間よ、貴様の勇気の証しかと見届けたぞ。だが、いまだ5つ目の魂は砕かれていない。なんだと、私は確かに魂の剣であいつを切りつけたぞ。完全に魂を砕くには体の奥深くまで魂の剣を差し込まねばならん。貴様の最後の獲物は傷が浅すぎて魂を砕くには至らなかったようだ。畜生、私は起きて破った罪で殺されてしまうのか。ざま！だが人間にしてはなかなか骨のあるやつだ。特別に奪った力を返してやろうではないか。おお、ありがたい。さて、生贄となった5つの魂の抜け殻には別の役目を与えるとしよう。消えた。あ、ザジも。ああ、なんてこった。これネリス病んじゃうわ。少し落ち着けよ、思い詰めると体に毒だぞ。ザジがさらわれたのに落ち着いてなんていられないわ。なら弟を助けに行くか。え、でもどうやって。そりゃここにいる皆さん次第だ。おい、俺らに頼むんじゃねえ。西の洞窟を守る魔物は強敵だが、私と彼らが組めば勝てるかもしれない。あ、そっか、カシモが今度来てくれるの。お願いします、皆さん、どうか力を貸してください。ザジを助けたいんです。家にしよう。そんなこと言わずに、どうか力を。いいさ、ネース、私たちだけで行こう。私もいつまでもこんな町で油を売ってるわけにはいかなくなってきたんでね。君たちも気が向いたら西の洞窟へ来てくれ。さあ、行こうか。あ！これ断り続けるとさ、あの火山の町みたいに援護みたいになんか起こんのかな。いつからそんなに冷たい人間になったの。あんたがザジやカシモを好きになれなくてもネリスには力を貸してあげなさいよ。また怒られちゃった、マリベルに。買いましたよ。行きます行きます。昼間になってる。いやー、嫌な夜だったな。よし、今度こそ負けねえ、あいつらには。まだ始まったばっかりだもんね。ちょっと間の道中カットしようかね、どうせだったらね。以前この町のボスだった男が昨日の騒ぎで魂を砕かれてしまったんだ。そういえば水夫を殺してボスの座を奪い返すって彼はよく言ってましたっけ。あー、あいつか、砕かれちゃったな。うえー、よし、ではね、ちょっとボス戦のところまでカットしようかな。多分あの行った道を多分同じ感じで巡っていくと思うね。あ、でもあれか、カシムが今度仲間になるか、ちょっと戦闘1回ぐらいは動画に残そうかな。よし、じゃあ行くぞ。
カシもいない感じ？あ、いないのか。じゃあちょっと奥まで行っちゃいますね。さて、やってきました。ここの頂上ですね。どうしよう、回復した方がいいかな。回復してこっか。薬草一応ね、まああとのあたりか。あ、で今度この先に行くわけか。なるほど。ああ、いた。少しは楽になったか。なんとか。世界中の雫もあとわずかか。なのにこんなものしか手に入れることができなかった。まあ髪飾りね、綺麗な色つけてみてもいい？どう？いいね、似合ってるよ。あ、どうも。君たちも人が悪いな。来ているのなら声くらいかけてくれてもいいのに。お邪魔かなと思ってね。まあそれはともかく、この階に例の魔物がいなくて君たちも戸惑っただろう。俺にもよくわからないが、強敵と戦わなくて済むならそれに越したことはない。それで俺たちは先に洞窟を出ていくことにするよ。また後でな。なんでいないんだゴンズたち。カシモって実はいいやつなのかもな。だって落ち込んでるネリスを元気づけるために贈り物までしてるんだぞ。貢ぎ物じゃない？まったくキザな男よね、カシモって。まあでも贈り物は嬉しいですよね。あ、山肌の集落。麓の町から来たものだ。何、その学校名はすぐにわかるよ。この集落にはダーマの神殿と魔物に操られている者たちしかいないからね。魔物に悪意を吹き込まれ、その手先となった者たちにくれぐれも気をつけたまえ。はい。なんか、これ町なのか。私に話しかけてない他の人たちがこの村の事情を聞き出すのが先でしょ。まさかちょっと町に出るとは思わなかったな。ちょ、忘れてました。またいろいろと。地獄の沙汰もなんとやら、こんな場所でもお金さえ出せば何だって言ってあげるよ。あ、はい。星のかけら。戦う時に道具としても使える。へえ、まあ、いっか。お、薬草だ。ありがたす。なんか BGM が明るいのがね、ちょっと気になるんですけれど。我らを見張っているのは麓の町で魂を砕かれた人たちなんだ。同じ人間だと思ったこちらからは手が出せないが、彼らはそうじゃない。今まで情け容赦なくここから脱出しようとした仲間をその手にかけたんだ。あは、なるほどね。魔物が魂を砕かれた人間を連れ去ったのはこのためか。つまり魔物は神官たちを一箇所に押し込めておきたいのは気のまりわかんないけど。ねえ。魔物も頭いいよね、ほんとね。私たちダーマの神官は魔物に操られている人間に常に見張られています。ここから出ようものなら彼らは容赦なく私たちに襲いかかってくるんです。ひえ。でもお墓が何個もあるけど。うん、魔物に操られているのは魂を砕かれて何の罪もないかわいそうな人たちなんです。その無力な彼らを魔物どもはいいように利用しているのです。許せねえよな。いや、魔物も狡猾ですよね。すごい頭いいと思うわ。ダーマの神官っていうのはそれもそれでどいつもこいつも腰焼けばっかだな。自分たちの主が捕まってても助けに行こうってやつが一人もいんやしね。いつもベクベクおどおどしてる神官どもを見てると腹が立ってくるぜ。いいこと考えたぞ。魔物に操られてるやつをもう一発殴ってやれ。賞金戻るんじゃないのか。そうだね。この神官じゃない人、あ、これちょっと多少青くなってる人か。そいつらには注意だな。戦闘になったら厄介だもんな。あのセーブ。とんがり帽子。あ、ここか。よかった。セーブしまーす。はい。粗末は寝床しかありませんが、もしお疲れでした。あ、ただ？ありがとうございます。お休みできた。ありが
とうございます。はい、てかみんな寝てるんだけど大丈夫？眠っているようだ。他に寝た気になっているのはみんな魂を砕かれた人たちです。彼らは魔物の手先にこそならなかったが、その代わり寝た気になってしまった。おう、ちょっとまだ転職までの道は長そうですね。はい、もうちょっとやったら終わりにしようかな。あと少し探索して、洞窟を調べて命を落とした神官の死に際の話では、中は道が二手に分かれていて、一つはダンマ神殿に、もう一つは牢獄に続いているそうだぜ。井戸招き、倒せるかな。あ、倒せそうかな。痛恨さえやってこなけりゃ。はいはいはい、痛い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 、よしよしよし。おたけび、ナイス。もうおたけび聞くとさ、ドルマゲスめっちゃ思い出すんだけど、いまだにトラウマよあいつは。わっ、こいつしびれないかな。ナイス、よし。行く、よっしゃー、よかった、倒せましたね。経験値がうましだわ。井戸の中を見ると、あ、なんかいるんだけど。うるさいわね、話しかけないで、今大事なとこなんだから。ん、相手をしている私が言うのもなんですが、トランプごとき向きにならなくてもいいのに。あ、トランプやってんのか。よし、いやトランプとかウノとかもう長らくやってないぞ。なんかパソコンのゲームとかでもあるもんね。あ、リスナーさんとなんか対戦とかしても面白いかもしれないね、ウノとか。もう一回セーブしよう。あ、また首が出ちゃう。さてさて、青い人には話しかけない方がいいって言ってましたけど、話しかけちゃおう。いや、見かけないツアーだな。この集落には腐り神官どもしかいないはずだってのに。でもまあいいか、俺は神官を痛めつけることしか興味がないしな。なんかもう魔物みたいな言動になってる。まあそれ操られてるからそうなんだけど。あ、ああ大神官の無事を確かめるのが精一杯で、助け出すのにしくじった。すまねえ。だが大神官の生存が確認できただけでも上出来だ。こういうほど大神官を救出できれば、生き残りの親衛隊が集まってくるかもしれん。じゃあ俺を親衛隊に入れてもらえるんだな。それは目に見える形でちゃんとした手柄を立ててからでないと無理だ。そりゃねえだろ、あんな人の良さそうな連中を裏切ってまで頑張ったのに。本当だよ、見てるぞ後ろから。そうめげるなよ、お前にも手柄を立てさせてやる。その代わり私に協力しろ。おいフーラル、見て、フーラルだ。こんなところでまた会えるなんて。ほら、まだ逃げられないうち早くとっちめろよ。なんだよ、不正な。ゲゲ、お前らか。まさか俺に仕返しをするためにここまで追ってきたってのか。はい。そうであっても仕方あるめ。俺は恨みを買うだけのことはしたしな。でもよく覚えときには騙されるやつがバカなんだ。どうだ、いい勉強になったろ。ああ、手なわけ悪く思うなよ。はあ、開き直りやがった。もうちょっと聞き立てならないわね。ムームムーよ、どうして黙って見送るわけ。ホンダラのお茶よりもフーララの方が一回りも二回りも邪悪な感じがするぞ。いや、ホンダラはね、ただのバカですからね。アホです、アホ。人間の嘆き、怒り、悲しみ、それらの感情が魔物に力を与えているという言い伝えがある。私たちはここで魔物に活力を与えるためだけに生かされているのでしょうか。やだよな、一生魔物に捧げ続ける人生とかね。あ、神官長、お前の役目は何だ、言ってみろ。ホズ大神官の恩義をお守りすることです。
そうだ、他の戦士たちはみんな大神官の盾となり死んでいったというのに、お前は盾にもなりきれず大神官を救うこともできず恥ずかしいと思うのか。返す言葉もございません。しかしまだ私めを信頼してくださるのなら恥を注ぐ機会をお与えください。ここに集った戦士たちと力を合わせ必ず大神官を助け出してご覧に入れます。ふん、盗賊に旅人か。今のお前には分相応の部下たちではないか。いささか心もとないが、全てお前に任せるとしよう。そう、こういうのが大神官なわけ。超トゲトゲしいんだけど、君たちまで巻き込んですまないと思っている。だがどうしても君たちの力が必要なんだ。不本意でも今は協力してほしい。ちょっとどういうこと？いつか私たちが鹿島の部下になったのよ。あれ、人助けは大好きだぞ。ポズ大神官助けるために頑張ろうな。もうほんとガボちゃんいい子だよな。うー、わしが神官長を務める時代にこのような汚点を残すことになるとは。神殿を乗っ取られるのはダーマの歴史始まって以来だ。クソ魔物どもめ。この神官長のおっちゃん、今まで見てきた大人の中一番情けないやつだな。みっともないわね。ぐち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 文句ばっか言っちゃってさ。神官長なら神官長らしく振る舞いなさいよね。ほんとそれな。新館長の日射手に取って読んだ。今日また一人栄養失調で新館が亡くなった。仲間がそばで死んでいく様を見るのはまさに地獄だ。こんなことならいっそ。あ、ネギスはここにあるのか。ここには魂を砕かれた人が大勢いると聞きましたが、どこを探しても弟のザジが見つからないのです。あ、どうしてザジだけがここにいないのでしょうか。よし、ということでじゃあ今回ここで終わりにしておこうと思います。あそこにいるな奴らがな。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。